とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はソウルビルド使っていきますね。で、ソウルビルドなんだけども、まだ251の防具しか持ってません。これ263が欲しいんですよね。もともとこのソウルダンサーって、耐久力がない。まあ 30% でダメージ回避はあるんだけども、軽減がないので結構きついんですよね。なので263が欲しいところなんですよ。で、今日は263と同等ぐらいの強さを、体感できる場所があるので、そこをやっていきたいと思います。その場所が、ここですね。失われた集落のデイリーチャレンジ。所持品は、苦痛の矢のみ。ですね。なので、苦痛の矢をつけなくていいので、そこにアミュレットをつけてます。ダメージ 50% 回避ですね。これで263よりも若干 HP があるぐらいになりますので、これをちょっと体感してみましょう。おそらく相当強い。それでは行きましょう。弓だけども、いつもはこれ使ってたのよね。失われた魂の棒。でも今日はこれですね。夜の棒の方で行きます。こっちだと、アーティファクトチャージ、ロールチャージがないので、敵が1、2体になった時に、ものすごいピンチになるのよ。羽が使えなくなって。なので、アーティファクトチャージを入れていきます。これで行くと、まあまあ、ずっと撃つことができるので、大丈夫でしょう。まずは、ソウルダメだね。ソウルがないと、ハーベスター撃てないし。おー、いいね、いいね。これでまずは止めます。あ、で、そうか。矢がないのか。うん、そうだわ。矢がない。うん。今回が、普通の矢筒にもともと変わる場所なので、そうだわ。うん。矢筒じゃなくて、通常の矢を使っちゃうんで、なくなるんだ。そうか、そうか、そうか。これ、ちょっときついか？いや、大丈夫ね。いやいや、もうないぞ。もう、矢がないぞ。やばい。ちょっと待って。ちょっと戻っ、あ、出た。ナイス。アップね。しゃ。しゃ、オッケー。ちょっと矢を増殖しますね。これ、増殖しないと無理。よし、1065本。これぐらいあれば、大丈夫でしょう。で、ちょっとソウルを貯めよう。敵いないかい？若干でもいいから。いたいたいた。あ、で、洞窟あり。いや、でも洞窟はあんまりいないんだよね、確か、ここは。まあ、一応ちょっと覗いてみる。あ、いない。狭いやつとかには、まあ、いないから、スルーしていっていいです。おお、ソウル一気に溜まったな。オッケー、これならば、いけるでしょう。オッケーオッケーオッケー。で、これね、ちょっとダメだ。ちょっとダメなんだよ。残念な感じ。この弓が、黄金に、クールダウンショット2なんだよね。2だったら完璧に回復しないので、若干の、残るのよ。再使用時間が。そこがちょっと、命取りになる時がある気がするな。まあまあ、ないよりは断然マシなんだけどね。オッケーオッケーオッケー。行きましょう行きましょう。いけるいける。ガシガシ進んでいける。火力はね、抜群だわ。うん。ちょっと前に、ソウルビルド用じゃない、防具を使ってソウルビルドやったのよ。あれね、アーティファクトのダメージが増えないやつでやったんだけども、それに比べると、火力が段違い。うん。やっぱり、攻撃力がね、1.5 倍か？うん、アーティファクトのやつで。それが、全然強いね。
ここまで差が出るとは思わんかった、うん、やっぱソウルビルドはこれは絶対必要だ。うん、アーティファクトのダメージ入れないと話にならんね。あ、で結構矢使うな。まあまあ途中途中出るんでそれを集めながら行きましょう。この奥の方に多分キャプテンが1体2体いるんじゃないかい。この先さ多分いると思うんだけど、どうだ、いる。ちょっと待って、おい、あー無知装備してないからキャプテンがきつい。なんだモブ HP が 170%、 結構きついな。火力のあるこのビルドだとしても結構つらい。いた、キャプテンいる。どこだ、お前か。いやね、あの敵の HP が劇的に増えた。まあまあそりゃそうだわな、そりゃそうなんだけど、これは劇的すぎるだろう。とんでもなく増えた。なんだ次は、うわ最悪、ナイトモードだけはもう勘弁して。いる、ちょっと待ってよ、ナイトモードやめて。でこっちは何もいない。キャプテン来る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 、いや行って、減らせない、全然減らせない、やめてくれ。よし、まだか、 OK 倒した。でやっと脅威が1か。いやーこれ厳しい、これ無理かも。いやいやいや、そんなことはない、いけるはずや。よし、キャプテンが反対側に多分いる。2体ぐらいいてくれればいい、嬉しい。どこだ、いた、あ勝てー、アホみたいに硬い、こいつ。あでもね、やっぱね251の時とは比べ物にならんぐらい耐久力は高い。やっぱ263よ、うん、263の防具が絶対欲しいね。まだいる、横はいる。どこどこ、ちょっと待って待って、ジオマンサーまず倒そう、うっとうしい。どこっすかキャプテンは、どこだ、こっち、あいた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 、ちょっと待って、このタイプね、あー勝てー。脅威2になるともうこれは硬すぎる、嘘でしょ、あぶね、これ勝てーな。無知が欲しい、でも無知になると流れ込む魂がついてないので耐久力が減っちゃうんだよね、だいぶ減る。どうだ、うわ全然減らん、よっしゃ、ケーキだー、脅威3です。であと1体キャプテンいるね、どうなるかな、やばいな、矢の数が443本、これは足りるかな、ギリ足りるぐらいか。あ、大丈夫だ、もうクリアか、クリアです、うん、キャプテンは、1体いなかったね。 OK、 じゃあ最後ちょっと気合入れていきましょう。うんうん、大丈夫でしょう、矢は多分足りる。で、あーあー待って、やばいやばいやばい、あぶれあぶれ、あだよねだよね、落ちたら終わり、うん、落ちたら終わりです。いやー食らうなー。あでもね、敵の攻撃力は増えてなくてよかったよ。うん、攻撃力増えてたらこれやばかった。いやもうナイトモード鬱陶しすぎる、ちょっ
ちょっと待って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 、焦げにやけど、どういうこっちゃ。よし、待って待って待って、やけどのやつがまだいた。あー、おっけ、倒した。きつすぎるって。あー、なんだここ。ちょっと待って、あ、なるほどね、エンチャンターがいたの。なるほど。いや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 、待て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 。最後きつすぎる。あ、でももう終わり、もう終わり、もう終わり。よし、ちょっと待って、イリュージョナー倒せるかこれ。いや、ちょっとこれきつい、これはきつい。いや、やけどがね、とにかくきついのよ。よし、オッケー、倒した倒した倒した。で、イリュージョナーだけになったとしても、あれでしょ、ナイトモードで敵が湧くんだよね。もう、あ、でも倒してる、イリュージョナー。落としたか。うん、あ、下に落としたっぽい、ノックバックで。ラッキー。はい、ではクリアですね。最後がきつかった。はい、ということで戻ってきました。ね、やっぱりソウルビルドは強い。でも耐久力がないので263だね。うん、263のソウルビルドはやばいぐらいの強さでしたね。これは強い。で、弓がダメだった。やっぱりクールダウンショットは3じゃないと、ダメだね。完璧に発動しない。やっぱりね、クールダウンの1秒と 1.5 秒じゃ全然違うわ。これ2でもいいかなと思ったけども、これは3必須ですね、間違いない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。